ということで、スターフラッシュがピーチフラッシュにパワーアップしました。で、ここでまたバトル再開となりますが、体力の表示をね、見ていただければわかると思いますが、このイベント挟まれるとね、その後にね、なぜか体力とかスターパワーがね、全部回復してくれるんですよ。これを利用したかったので、わざと星の降る夜とかを乱れ打ちしておりました。そういうことですね。じゃあ、早速使っていきましょう。今度は効きますね。で、クリは物知りを使っていきましょう。体力99っていうのもすごいけどね。防御2あるから、やっぱりデサレサのハリセンビンタでも多分ダメージ与えれないかな。あれ2の攻撃力、威力だもんね。それを5回って感じだからね。あとは回復魔法ですね。体力30回復してくる魔法を3回ぐらい使ってきたりとかもするので、注意が必要ですね。ただね、よいしょ、オッケー。体力表示見ていただければわかると思うんですけど、今まで与えてきたダメージはね、通ってるので、なのでこの続きからになりますね。で、チャージもね、外した理由っていうのはね、後からわかると思うんだけど、貫きよりね、多分ね、ドカーンの方がね、ダメージ与えれます。貫きだと3、3で6なので、クリオもね、チャージは使わずに行きます。ちょっとクッパがね、ある技を見せてきた時にそれは説明しようかなと思いますが。よいしょ。炎はオッケー。ガードできる。で、さらにドカンで攻めていくよ。で、ピンキーで、ピンキーも、ウルトラでいこう。ここは。でも多分ダメージ量的には変わらないんだよね。気持ちの問題だよね、ここは。あー、しまった。やばめですね。ただ、ここでタンコブ使いましょうよ。もうコブロにね、感謝を込めて、使っていきましょう。で、オプクさんだね。オプクさんは、水の守り使おうか。よし。これで一応、炎対策もしておく。敵来ちゃったか。まあ、ただね、オプクさんが動けるので、オプクさんで攻撃しましょう、このターンは。よいしょ。来るかな？回復1回目来ましたね。よいしょ。で、多分使ってないのはこれで、レサレサアカリンだけですね。じゃあ、レサレサ使おっか。で、透き通り使っちゃうと、ちょっとあれなので、一旦仲間のターンなくなっちゃうからね、確か。やっぱ効かないよね。まあ、これも気持ちですね、一応。形としてみたいな感じで。雷。あー、で、回避できないか。まあ、当たっちゃったものは仕方ない。よいしょ。
じゃあ、あとはアカリンで攻めていきましょうか。なんだかんだね、アカリンがやっぱり防御無視できるので、安定の5ダメージ与えれるので。2回目使ってきたね。なんだかんだね、やっぱマリオも強化できますからね、アカリンは。安定しますね。いよ。そろそろ来るかな？これね、当たっちゃったけど、これで、確かこのダメージ受けちゃうと、チャージしてても、効果切れちゃうんだよね。例えばクリオチャージとかしてても。あとは、無敵状態とかの兼ね合いでなかなか攻撃できずにいてもダメだったような感じがあった気がするので、まあそのことも兼ねて、それだったら貫きとかドカーンとか打った方が効果的なんで、それで今回外しました。ただもう2回回復使わせてるので使ってきてあと1回だね。いいですよ。うわー、またやられたか。ちょっときついぞこれは。しまったなー。ちょっと回復に集中しなくてはいけませんからね。これやられるとマリオがね、こういう行動を取ってる時って何も攻撃できずに一旦終わっちゃうので。ひゃー、使われてしまった。まあでもこれで回復ないんで、もう、プラスに考えていきましょう。あとは削っていくだけ。のはず。多分4回目はないよね。確か3回だったと思うので、やめてよ、赤輪攻撃はやめてよ。よしよしよし、よいしょ、オッケーオッケー。あのね、ヒップドロップみたいな攻撃ね、当たっちゃう、ガードできないとね、なんか1個のコマンド使えなくなっちゃうので、あれだけはね、ガード決めておきたいところな感じなんだけど。うわー、また当たったちょっと多分ガードをしてるタイミング遅いのかな、そんな感じがする。よいしょ、よいしょ、オッケーオッケー、はい、いい感じじゃない。でもウルトラキノコ温存できてるからね。で、あと一応ネイルさんの技も打とうと思えば一発打てるので、余裕持ってる、余裕持ってる。よし、オッケーオッケー。ピンチで攻撃力上げるっていうのも手なんだけど、ちょっと危険が伴うので、バジ効果で避けてくれればいいんだけどね。一発でも当たるとアウトな状況になっちゃうので、ここは無難に回復の選択を取ります。炎もガン、あー、ガードできなかった。ちょっとこれは失敗ですね。じゃあドカーンで攻める。よいしょ、40切ったよ。よし、オッケーオッケー。もうアイテムもね、出し惜しみなしにいきますからね。
もう全部使う勢いでいく。よいしょ。で、ピーチフラッシュだね。よーし、あと23。雷か？うわー、当たっちゃった。しまった、しまった。やってしまったよ。でも、ウルトラキノコあるから。いや、これはもうもらったでしょ。よし、仲間ガードできたの、でかい。キラキラ落としでいくよ。贅沢に攻めていくよ。いけるな。ガード失敗しちゃったけど、あと7ですね。ちょっと最後ぐらい使おっか。何が出るかな。おお、スーパーキノコだ。どうせならクッパにダメージ与えて欲しかったけど、まあ仕方ないですね。よし、あと2だよ。ふん、よしよしよし、いいよいいよ。今の攻撃はね、確か毒受けちゃうので、ガード受けないと、ガードできなかったらね。じゃあちょっといいとこなかった、ポコピー。お前に最高の場をあげよう。いけー、よーし。勝ったということで、取り返しました。返しましたよ。マリオありがとう。スターの杖を取り戻してくれて心から礼を言うぞ。これで再び世界に平和が戻るであろう。
いやーね、ネルさん、お世話になりました。大変お世話になりました。リンクも頑張ってくれたよね、本当に。マリオさん、本当にありがとうございました。ピーチ姫、一緒に頑張ることができてとても嬉しかったです。またいつかお会いしましょう。僕立派な星になって皆さんの願いを運びます。
宿屋回復、アイテム購入禁止マリオストーリー実況プレイ、いかがでしたでしょうか？エンディングを見ながらお話をしていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。今回、初めて縛りを設けたシリーズというものを投稿することになったのですが、まあ、誰が何と言おうと、初めてです。初めてということにしておいてください。よろしくお願いします。ということで、この作品を遊んだことがある方は、わかると思うんですが、私のアクションのレベルでクリアができます。つまりそこまで難易度的には難しくないんですよね。言ってしまえば、どうしてこの縛りに至ったのかという経緯ですね。まずこれを話していこうかなと思います。まず個人的に思う縛り実況、まあ、縛り動画っていうのは、その作品のいいところを残したままなんとか考えてみたいなっていうのが自分の頭の中にあったんですよね。最初は実はマリオ行動禁止っていうルールで撮ってたんですよ。実はね、それもステージ5ボスパックのところだね。そこまでクリアしておったんですよ。で、個人的に思うマリオストーリーの良さっていうのと、まあ、つながってきて、それはバッジを考えて使うっていう戦略、こういうのって人それぞれ変わってくるじゃないですか。そして何よりね、バトルのテンポの良さだと思うんですよね。このゲームのいいところって。ただこのマリオ行動禁止っていう縛りですと、難易度的には面白さはあるんですが、まあ、縛りらしさってのはあるけど、バトルのテンポがね、決していいものではなかったんですよね。マリオのターンになったら何もしないを毎回選択しないといけないので、ちょっとこれはいかがなものかなと思ってしまったので、もしされてる方いたら申し訳ございません。自分のアクションのレベルの問題ですね、おそらく。なので自分なりにいろいろと考えた結果、この宿屋回復とキノピアハウスの回復ですね、とアイテム購入禁止っていう2つの縛りになったんですよね。なのでこういう縛り実況っていうのをね、されてる方、されてる実況者さん、プレイ動画投稿されてる方で、すごいなって改めて感じましたね、といったところでしょうか。そしてパート1の最初に私のクリアデータがあったと思います。思い出の作品っていうのはご存知の方はご存知だと思うんですが、私はこのマリオストーリーとよく話しておるんですが、いろんな場所でね、本当にこれに当てはまるっていう感じで、実は自分の初実況初投稿の動画ってこのマリオストーリーなんですよ。それもね、データですよ。あのデータなんですよ。最初に見せてた。なんとかね、別の形で、ね、やり直せないかなっていうのを、もうずっと考えていたので、もう時は来たっていう感じで、ようやく実現することができてね、そういった意味でも満足しております。あとはやっぱり、ドガボン戦。パラレラー戦の BGM、 改めてかっこいいなと思いました。ペーパーマリオシリーズはこのマリオストーリーとゲームキューブで発売されているペーパーマリオ RPG の2つしか遊んだことがないのですが、クッパがね、ペーパーマリオシリーズって結構キャラがいいんですよね。ちょっとなんかおバカキャラみたいな感じでね、結構そういうところも好きなところの一つでもあります。あとはコアッパ戦も注目してみると、毎回のように前回のバトルからマリオの対策をしてきたりしていて、そういうところもね、面白い部分なんだよね。ゲームにまあ遅いとかはね、ないと思ってるので、信じてるので、今からでもね、遊んでいない Wii 以降のスーパーペーパーマリオですか、以降のペーパーマリオシリーズもね、なんとか着手してみたいななんて思ってるんですけど、そんな気持ちです。
そしてコメントに関してもしっかりと読ませていただいておりました。ありがとうございます。毎回のように言っておるんですが、自分はこういうやり取りをするのが楽しいです。すごく楽しくて、これからもね、より同じ時間を共有できるような動画を作っていきたいなっていうのは、まあ常日頃考えておるんですが、今まで以上に考えて活動していけたらなと思っておりますので、本当にね、何気ない一言でもいいんですよ。可能な限りね、自分もお返事などは書いていこうと思っておりますので、今後とも変わらぬお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、ということで次回作に関してですね、次回作は隠れた名作シリーズを行おうかなと考えております。こちらもね、面白い作品となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。おそらく大方予想はつけられてると思いますが、まああれですねまああれと言っておきましょうか。お楽しみにということで、ということで長々とお話ししていてもあれですので、あとはエンディングを見ていただければなと思います。ということで次回作、他の作品などでまたお会いいたしましょう。失礼いたします。お疲れ様です。